無礼な真似はおやめなさい。ナシリスがちゃんと注意したわ。皆さんこんにちは。白夜教皇でナシリスを担当しています上田かなです。イラストがとっても綺麗なのが印象に残ってます。あとキャラクターたちの髪だったりとか服の裾がパッパーってたなびいたりするんですよ。それもずっと見ていられるなと思って、本当に綺麗なゲームだなって思います。北極といえばやはり雪ですね。純白の世界で憧れてしまいます。まあ寒そうではあるんですけど、あと北極はですね、他の陣営と違って中立を守っていて、素敵な女王陛下がいらっしゃいます。まあ、個人的に実は私雪大好きなんですよ。だから陣営が北極っていうのは本当に私的に役得です。ナシリスは北極にある湖の守護者で、誇り高い北極の乙女ですね。白い水仙のように華麗なんですが、少し世俗離れした美しさを持っていて、でも自分の身の上については断片的な記憶しかないんですよね。で、彼女は鏡をこうやって抱えているんですけれども、それが力の源になっていて、中にはお姉さんがいるんです。まあ少しミステリアスなキャラクターなので、ぜひ会いに来てくださいね。